お疲れ様です。今日はこちらの新しいゴールデンキューやっていきますということでね、新環境になりまして、何がついのかちょっとワクワクな環境ではあるんですけども、ちょっとね新しめのゴールムが出ました。はい、エリポンゴレのエリポンがなくなりましたみたいな感じですかね。はい、エリババゴルナイでフェニックスじゃなくてスケドラなんですよね。ここがまた特殊でね、いや絶対フェニックスの方がええやんっていうフェニックス信者なんで、これからしたらお、ティーバグやん、え、めっちゃ強いやつです。高回転オールブレーカー的なね。はい、よろしく。そう、どっからどっか見てもフェニックスの方がええやんと思うんですけども、謎にスケドラの、ヒースピーですね。はい、ヒースピーゴレ、まあ、稀に、あ、ラッキー、稀にあるっすよねヒースピーゴレは。よいしょ。てか昔あった、最近はなかったけどみたいな感じかな。さあ、さすがにこれ相手序盤にコスト使ってるんで、結構一目に行きたかったんですけど、めちゃめちゃ綺麗に抑えられてます。やっぱ本物っぽい、本物っぽいですねこの感じは。でバルーンか。さあ、今までのエリポンゴレだとね、エリポン置いてエリポン置いて最後にブッパーするのが強いみたいな感じだったんですけど、まあ、これはエリポンがないので普通に耐えるか。はい、2倍タイムまで待って良さそう。これケツゴレして逆サイバルーン来てって感じかな。よいしょ。さあ、スケドラ、スケドラが意外といい味出してんのかな。これケツゴレからのマイティにライドラ当てるだけで結構きつそうじゃないですかっていう話。まあ、相手がね、これで逆サイバルーンもう一発来るとうまいねっていう、俺は何もできないよねっていう話になる。うわー、タイミングこれ絶妙っすね、お相手さん。ボムタワーもあるのか、それはきつい。キングギドできないのもきつい。あ、でもこれ感電でマツケに結構ダメージ与えられるこれめっちゃでかくね。あー、微妙だったな。さあ、なるほどね、マイティーボムってやばいね、硬すぎんっていう話なんですけど、まあ雪が来る。うっ、スケドラ、スケドラー惜しいね、苦しいよねーって感じですね。ものすごくものすごく苦しい。さあ、まあでも仕方ねえか。キング起動されるかな、そろそろ。あのライドラでされない。うまいね、なんかそういう気が。いや、まし、ゴーレムのメタすぎ今回泣いて。そんなこともないんか。まあさすがにね、一回耐えて。うまい、それ雪来るね、耐える。いや、これ1060耐えるじゃないですか。マジワンチャンをつかみたい。うっ、マジ苦しいマジ苦しいけど、ガチリアルワンチャンあります。それやばいな。強みはこのヒースピ。お、マジで、マジでありそう。うわー、降りきれないか。
え、悪くね？買っとかな、拾いたい拾いたい、やめてやめて、耐える、すごい、危ねえ危ねえってか、いや無理だわこれ。いやでも勝てたぞ。いやマジでなんだこのこれ、怪しい香りしてると。だいぶ怪しいけど、世界上位にね2、3人使ってる人がいたんですよね。うわーなんか大変なこれですね。まあでもスケドラはちょっと良かったね。あのスケドラヒースピか、スケドラヒースピ、ライドラヒースピ、フェニックスでもなさそうだけどな。まあ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 、まだ1回しか使ってないんでね。まあみたいな感じで戦っていくゴレですかね。この人だから施設とかもないんでね、まあ守るといえど守りにくいよね。エリーパパで頑張る的なね。さあ今回の相手はフキアもいんのか、だいぶイケイケな枯渇が来たっすね。まあ、一旦ケツゴレしちゃうか。序盤なんかゴーレム出さない方がいい気もねしないことはないけど、さあアウプリウォールブレイカーのやつだね。序盤ゴーレム出さないプランも結構ありそうっすけどね。さあこういうのも確実にね仕留めていく。え、うまくね。4ドルや。最近のゴレ使いはそういう感じ。ゴレ使いじゃねえわ、アウプリ使いはね。さあまあ金掛けとできてるんで焦らず行きたいね。結局さっきみたいな感じで形さえ組めたらゴレライドラスケドラゴレライトルネヒースピー、あのヒースピーがいることによって光栄残るし事故にもなりやすいしっていうので、ゴリマね序盤耐えたい。さあでもこの辺のダメージはもう仕方ないね、こんなん入ってないよな、もう。いやでもきつっ。きついのしか来んやん。いやいい、もうこれ一発だけ。これ多分ね1-0だと思うんですよね。うん、これ的に呪文ロケとかもないんで今回ないと、もうこれでゴルダイさほんま走れなくなったっすよね、悲しすぎる。1-0です。もう形組んで他は知らん。よし、はい、はい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 、いややっぱ序盤のゴール展開多分いらないっすね。初手ゴレとかも多分やんなくていい気がするな。もう本当に耐えて2倍タイムから戦おうぜっていうデッキの方が安定しそう。しまんとこね序盤だいぶ苦しめられちゃうんで、施設もないしダクネみたいなね、もう本当ゴレダクネそれだけでいいっていうわけでもないんで、序盤マジで苦しい。だいぶ苦しい。いやーキング起動しないでほしい。さあまた枯渇か、まあ、枯渇嫌ですよね。だってウッド系ねえもん。まあボンバー的なボンバーがタルババですよみたいな感じ。さあキング起動したいけどな、相手のマジでバレる警戒具合がすごい、本気で警戒してる。スケ型ね、うっうい。ちなみにスケバラヒースピ完封できるんですよね。まあでもこれは
いいっすね。こういうのにスケバレが。あれ、スケバレ全然だった。苦しいよ、さっきから。好きなように遊ばれてる。足前プリン、うっ、禁忌します。禁忌しないとね、やっぱきついね。本当にしてもきついんですけど、しなきゃもっときついんで、早めにしてあげて。まあ今回の相手はね、インフェかボムかがまだ分かんないっすね。すぐ吹き出すやん。完封する。よしよしよし、まあ、ここで相手の施設チェックとかしたかったけど、いらねえのか。まあマジできついきついのしかこん。たまたま生贄のボンバースケールSPですからね、今回の相手は。これ8枚ぐらい来たかったな。さあ、まあキング起動できてるんで、こういうのを許容できるのがまあ強いね。でこういうのも許容できる。さああのライ、あのインフェか、あのインフェに勝ったらもう最強よ、正直。まああとは祈りっすよね、ある程度は。さあライドラの感電でやっつけてもらって、いやーだいぶ入ってんな。もし高めぐらいにしてきゃよかった。よしよしよし、大体呪文がないんで。これえっ、ルート強制できてるって寄らなかった、たまたま。さあ、いやこれはもうね、おいゴールも届いていく。やっぱじゃあ形くらいが強えわ。ロケットありのデッキとかだと、まあ、やっぱ両サイ攻めとかが大事になってきそう。エリババ逆勢走らせる的なね。ハッピーターン勝負ね。なるほどね、キットカットラットってことで俺は戦わせていただきますか。もう小屋ね、これ小屋スキャラかな。もう本当に最近これ今の環境デッキは何だったらもうこの小屋スキャラなんで。おお、本気の延命だな、ゴブ小屋を。嫌ですね。さあでスケルトンラッシュですね、これはもう最近話題オブ話題ですから。マジで一個も走らん、やりきなさすぎだろゴルナイ。最近最近のゴルナイ嫌いだな、走んなさすぎて。あ、前が走りすぎてたみたいなとこはちょっとあるけど、これなんか行ったらうざそう。ゴブリンと、お、もう一発吐け、もう一発吐け。うおー、でかいこれ。アウトロー正直ね、まあ後半入ればねゴルナイライドラゲーあるっすけど、それまでちょっときついみたいな。ちょっと後取ってんな。あー、ケツゴレでよかった。これさ何つけるか悩むね。スケドラからのライドラ、多分呪文使った後のこの後ろスケドラヒースピが強いんでしょうね。フェニックスだな、強いからな。あ、そこのフェニックスに勝ちたいけど、フェニックス強すぎるやつ。お、でもいいね、意外となんとかなってんな。
本当に結構のんびりやるゴールデッキですね。でポイズンなんでもうライドラつけとけええよって話なんですよ。ボンバいらねえな。これこういうことですよね。もうポイズン打たれるで、この硬いのだけね、あとはねつけない、うん、でポイ使った後なんで、あまたライドラつけたら、まあ、ライドラかつければいいよねっていう話ですよね。でゴルネもつけて、おボンボちょっといいね。でフェニックスが、いやだからライドラ強でゴルダイが来た、時が来ました。でポイズン使ったんで、またライドラが生きるよねこのサイクルね。逆サイフェニスキャラとかね来てもおかしくないけど、俺の唯一の負け筋、まだ俺はスケドラあるから。はい、これマジでこれだけでやっていけそう。さあ暇して、おいライドラが強い。これ今回は、まあ、ポイズン打たれるし脆いんですけど、あんま出さなかったですけど、相手の呪文とかユニット次第ではスケドラ出さずに毎回ライドラだけ1体つけとくだけでもね幸せになれる気がしてた。今のは特にねライドラゲーでしたね。まあだからこんだけユニットいるんで、今回のゴーレムは特徴としてはねユニットが多い、だからこそゴーレムの攻撃に何をつけるのか、相手に刺さりやすいやつをつければよくて、逆にファイアボとか打たれるならその両サイドにね、ゴーレムの後ろはライドラとボンバーで、逆サイドにまあ何でもいいんですけどエリババと真ん中にスケドラみたいなね、ユニットが多いからこそできる攻めっていうのをやるのが大事な気がする。さあクエイクも打たれてエリアドアルクはゴーレムがない。さあそしてマイティと、いやっすね、さあマイティホグですよ。まあこういうのにでもね多少勝ちやすいんじゃないかなと思います。このデッキはこういうデッキに勝つために生まれてんじゃないのっていう。だってマイティライドラで縛いて、まあこういった施設が来るか、マイティはライドラで縛きつつの、その後さらにね後衛追加で相手のマスキャートルネで抜いてゴルナイダッシュを、まあ、2倍タイムからできるよねって話ですね。まあ、ここ1枚タイムなんで何もできないのは仕方ない。無理に行って変にカウンター来るのも、まあ、もったいない気がするんで、まあ、逆行くかもしんないんでね。うん、さあまあ適当に耐えまして、やべ俺のヘナチョコ火つけた。ここのゴレ展開、いやこれ強えぞ。真ん中スケドラが結構いい気がする。でこれで守れる完封。うわーちょっと遅かった、出すタイミング。いやこれよこれ、だって相手のマイティも無能やん。であのマスケは遅れてね、めっちゃ仕事してるやん。ういさあサーカスの始まりですよ。でヒースピね、ウッド使った後のこれヒースピね、でエリババでほうが完封できる。うい、いやこれだマジで現環境のトップオブトップに君臨するマイティ族ね。マイティがねほんと強いんですよ。
マイティの枯渇、マイティの迫撃、マイティのホグ、マイティのスケラ、マイティの何クロス、でもなんマイティ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 なのよ今のクラロワはね。そこを仕留める変なこれ。なるほどね。マイティに勝てるのはでも熱いですね。これ大会とかで強そう。さあよろしく。で今の試合良かったのはもう序盤変なことしなかったっすね。もう本当に守ってた。守るだけのゴレなので序盤ねちゃっちゃゴレ出してよって方には向いてないかもしれない。しっかりこの2分間別のことするかなんかで耐えれる人は強い。ボンバーでさえも出さない。キング起動したいなーとは。おーザプー珍しい。ペッカ工場、ラバル、まあスパーキー、変なの。ラバル、スパーキー、変なの。これラバーだったらね、あージャイプリか。ライドラがちょっと強いんだよね。でこれね、まあライドラキングゲットされるの嫌なんでユニットつけてファイブも使ったんでいいし。わあキングゲットうまやり慣れてんなその近畿は。いやまあ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 って感じですね。ファイブマンでスケダラこれいる意味なしと。スケダラは一生出さなくていいですね。まあ出すのは端前で一瞬活躍してもらうが出さないでいいな。じゃあ行ったらライドラス。さあなんで基本的にライドラで成形立てたい俺は。でライドラにエレキファイボとかで処理しようとしてきたら、まあ、そう使った後に出せばいいかな俺は。スケドロ一生まずはライドラで。さあそうですねこんな感じでファイブとか使ってくれるんで、これめちゃくちゃいい流れじゃん。こんな感じでね。いやめっちゃユニットたまってんな。なんかわこのエレキやば。ミリ腕から出てた。さあ俺はでも耐えたいねここ。まあ一応ライドラが強いのには変わりない。あ、しまいこれどっかで来てえな。ここか？明らかに。イヒースピー。ライドラー。キキキ。ライドラー。ライドラー。いや、マジで、この高めドラゴン絶対大事。いや残ったら相手のジャイも取れないよ。これエレキが多分危ないんでエレキ逆に持っていったらゴールも止まらない。あ俺のボンバーどっか行ったボンバーごめん危ねえ。よし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 
これ相手がヤバーミサップだったら結構楽だったね。多分ライドラが無双するんで、ファイブサップでもまあ戦えてるんで、よし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 さ。最後ボンバー開かなかったな、一瞬で散っちゃった、ごめんなさい。まあ、ちょっと楽しくなってくんな、このデッキ。後半の追い上げがね、やっぱ後半になるほど強いと思うんで、楽しいね。そうそう。で、同祭ばっか行ってね、呪文で、まあなんだろうね、特にロケ相手とかには行かれるの嫌なんで、まあさっきね、逆祭エリボバ一瞬流してましたけど、意外とそういうのも大事になってくる気がしてます。今、ボン。さあ、26回ああ、まあ、クエイクではある。まあ、キング起動。さあ、また出ましたね。マイティホグ、ハクキか、ボムか。これもまたケツゴレでいいんじゃない？このマイティ無視できるし、次ホグ来たら、まあ、ボンバーだけ許容とか、そんな感じかな。6個差あったらエリババでいいと思う。マイティならライドラ速出す。これマジやばいよ。ユダラ出しちゃうか。範囲で。うおー、いやボンバースケドラ輸出。これさもう終わりじゃない？このゴルナイで。あーいやめっちゃいいゴルナイしてきたわ。めっちゃいいゴルナイじゃねえわミスター。めっちゃいいホグ。めっちゃホグ浮きしてきたけど、してきたけどよね。さあ、ゴブリン。ゴールナイ、対面飛び。間に合わないか。そう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 。よ強いぞ。なんか環境メタって感じ。本当に。対策デッキが早くも。マイティ最強だと思ってたからな、今季。まさかのライドラゴレね。リポン抜いてるのがね、またいい。これにね、ボムがね、はい、さあ、それ嫌だよね、俺は。いやでもうっ、いやー突破されちゃう、行かれちゃったけどもみたいなね。走れるか。うい。さあ、まあ残り時間的に耐えれば言ったら勝ちなんで、まあおとなしく守りますか。さあ、クエイクが強いからこそこういったデッキもね、化けることができますよね、対クエイクには。よいしょ。いやスケドラちょっといい味出してんな。信者にはならないけど、さすがにフェニックスが大好きなんですけど、やっぱその瞬間火力的だね。やっぱファイボでワンパンされるっていうことは、ファイボでワンパンしないとそれまですごい活躍しちゃうよっていうね、マジアチと同じですけど、厄介だよっていうカードなので良さが出てますね。ライドラフェニックス、んライドラスケドラ、どっちに呪文使うのっていうゴレデッキでしたね。というわけで、こちらのヒースティゴレ皆さんもやってみてください。ではお疲れ様でした。